このタイミング、この角度で。よし。今日向目つぶってたぞ。はあ？つけるな。ボールだけだ。何今の。コートの端っこから一瞬でスパイカーの手に吸い込まれるようなトス。へえ。今ここだろ。さあ、よし、よっしゃ。出たよ、変人トス&スパイク。なんだ今の。こっちのセッターは確か1年か。さあこっから誰を使う。ナイス日向影山。今はこいつのトスがあるからどんな高いブロックもかわせます。大げさなこと言ってるわけじゃなかったんだな。すげえじゃねえか少よ。すげえ早え。何あんなとこから速攻？なんだありゃ、トス見てねえじゃねえか。飛んだ。どんなに神経尖らしてもリードブロックじゃ追いつけねえよ。そこから速攻は無理かな。誰にあげる。さあ、またあのトス。しかも今度はあんなにネットから離れた位置から。まぐれじゃないのか。え、何今の。そこ、あれって1年生だよね。あの小さい子すごい飛ばなかった。ナイスレシーブ。おい、なんだよ。すっげえ早い。あんな速攻見たことね。ボール来る。そんで止まる。ボールだけを追えばいいです。ボールだけ。出た。どうぞ。来た。10番の超速攻。も負けてらんねえぞ。今のが噂の速攻か。まずは殴り合いを制せ。あのチビ真下に打ち上がった。つうか早っ。今セッター触った。めちゃくちゃだな。ひなた大好き。理屈が通じないのはこっちも同じみたいだな。ファーストタッチがそのままセット。くそ。うわ、出た。真下打ち。よくわかんねえけど全部早えよ。もう一回。
飛ぶ、飛ばない、くそ、何なんだあの10番。はいはいはい、飲まれない、持ってこい。目の前に来ると余計にクソ早いな、バケモンか、来い、食え、どっち、何も言わない、よし、これでカラスの逆、もう一回、行け、行け、ぶっ壊せ、あれだし。